16と17ね、ちょっと5番6番この間やったね、5番6番のね確認なんですけども、さああれがちゃんと分かったかなっていう感じですね。 The coffee you are そこ書かなくていいんだよね、そうだ、The coffee you are drinking is free of charge っていうね、ここ答えオブですけども、これはほら何々がかからないっていう話したでしょ。フリー、ですね、ポイントフリーオブ何ですね、ポイントはですね、フリー何々がかからない、税金かからない、値段がかからない、課金がかからないっていうね、ここにチャージが来てるね、何々無料ですってやつだよね。はい、なのでオブが正解ですね。で、17番はですね、今度はフロムなんだけど、これは何々を持っていないっていうニュアンスですね。彼女は完全に何々を持っていない、フリーフロム、フロム入れまして、フロム入れておきまして、リスポンシビリティ、まあ、any responsibility、 リスポンシビリティ、責任です。責任を持っていないということで、責任がないということです。彼女には全く責任がありませんということです。無責任ってことじゃないですよ、ね、責任がないということです。はい、じゃあ次行きましょうか。今度はですね、18番ね、 We haven't heard なんとか heard なんとか last summer っていうかですね、さあこれもかなり有名なやつですね。ポイントはですね、 here、 まず今回答えは from なんですけど、この here from 何々、何々から聞くっていうのは連絡を聞くってことです、ね、何々からの、何々からの連絡がある。メールでも電話でも何でもいいんですよ、電報でも何でもね。はい、何々からの連絡があるっていうのが Here from 何々ですね。だここ答えはこうですね、だ私たちは彼女からの連絡を聞いてない、連絡がないってことですね。でもう一個の方はもうほら完了形進行、継続でしょ、ね、ずっともらっていないという状態、連絡が来ていないという状態が続いていますってことで、継続してます、いつから Last summer、ね、っていうことです。 Since だよ、普段の会話では from 使う人もいっぱいいますが、試験では since にしないとね、まずは点もらえませんからね。はい、よっぽどゆるゆるの大学だったらね、点数くれるかもしれないけどね、普通はちょっとねダメだな。はい、な since ね、完了形と一緒に使うときは since にしといてよ、どんな場合でもね。はい、じゃあ次ですね、まあこれちょっとね、オブ、答えはオブなんだけど、はい、コンシストオブ何々、これね、何々でできているってことね。なんでもうちょっと別の言い方すると、もうちょっと分かりやすいので、 be made of ですね、これなんですね。はい、コンシストオブっていう、はい、でここね、matter って物質ってことですね、物質、物質は原子でできていますということで、consists of atoms ってなりますね。または複数形にしないんですよ。いっぱい物質があったってなんだって、物質っていうのは1個の、それこそ物質名詞ですから、consists、S つけておきますね。はい。それに対してですね、この20番なんですけども、happiness doesn't consist なんとか wealth。これもよく出てくるね。幸せというのは富の中には存在しない。ね。すると思うけどね。とりあえず入試ではしないことになってんだよ。するって言っちゃいけないんだよ、ここね。で、しないんです。はい。で、幸せは富の中に存在しないっていうですね、今度はですね、これなんです。consist in 何々。これだとね、どこどこに存在するってことなんです。どうかな、どこどこに存在するってことなんだけど、主語がね、抽象的なもん、幸せとか、まあ夢とか不幸とか
希望とかっていう、そういうですね、お金払ってそこらで買うようなもんじゃないんですね。そういうものが主語に来ますから、あの隣にラーメン屋があるとかっていう時は使わないですよ。ラーメン屋懇親室にヤーマイハウスとかって使わないですからね。はい、あくまでも抽象的なものが存在するっていう時に使う。そんでいいんだよ、オープンにしちゃダメだよ。何々でできてるってことになっちゃうからね。はい、じゃあ次行きましょうか。21番でございまして、さあこれもね、この2つ21と22ね、ちょっと関連付けて覚えておくといいんだけど、ディライブっていうのとディプライブね、待ってください、22番のところね、あそうそうね、これ似てんだね、ディライブとディプライブね。なんか D で始まって後ろライブがついててね。で、ディライブってのは何々からこう引き出すっていう意味ですね。だからディライブ A from B っていう形で使うね。 A というものを引き出すんです。 B からこう引き出してくるということです。でディプライブっていうのは逆ですね。逆っていうか、引き出すっていうよりも奪っちゃうんですね。剥ぎ取っちゃうっていうことで、ディプライブ A of B っていう形で使いますね。よしよしか。そうしますとですね、ですね、よ、21番見てみますと、問題ね、そこのところに I derive、 私は引き出してきますって言ってるんですね。たくさんの楽しみ、 a lot of enjoyment を引き出してきます。で、どっから引き出すの？サッカーをすることから、 playing soccer ってなってますね。あ、サッカーって言っちゃいけない、 playing soccer ですね、from の答えですね。で、もう一個の方ですね。He deprived me。 彼は私から何々を奪いましたっていうことで、ここはオブだよね。彼は私から何を奪ったかっていうと、オブの後見てください。 The enjoyment、 喜び楽しみってことです、ね、さあ喜び楽しみを奪っちゃったんですが、どんな喜び楽しみかっていうと、関係詞ですね、ざっと省略で I derived、 私が引き出す楽しみ、どこから？プレイングサッカーすることから引き出す楽しみっていうことで、2つ目のカッコにはフロムが入りますね。はいね、はい、ということで、ここは22番の方ですね、彼は私がサッカーから見出す楽しみ、引き出してくる楽しみを彼は私から奪ったということです、ね、はい、ディプライブとディライブの違いね、これはかなり微妙ですからね、間違い、読み間違えるんだよくね、気をつけてね。はい、あ、それでこれ言っときましょうね。剥奪動詞よ、この今奪っちゃうってやつね、ディプライブもそうですけど、ディプライブとかですね、あとですね、このどっちかをこうな、リッドね、リッドってほらゲットリッドってね、よくあれ使いますけども、何々奪うってやつね。それからですね、ストリップ、これ服脱ぐっていうよりもこの剥ぎ取っちゃうっていうことですね。それからこれが皆さん病気治すっていうのですね、キュアって言いますけど、あれは病気を誰々から奪うっていうことなんですよ。剥奪動詞に入るんですね。でこれはさっき言ったように A of B ですよね。 A という人から、あ、ごめん、 B という人から A を奪っちゃう、ね、B というものから A を奪ってしまうと、ね、いうふうに使います。だこれキュアなんて、ほら彼の風邪を治すなんていう時ですね、キュアでヒムが来ますね。彼を治すで、治すんだけど何を剥ぎ取っちゃうってことで、例えばですね、ザ・フルーにしましょうか。これインフルエンザですけど、彼のインフルエンザを治すっていう時にですね、彼からインフルエンザを奪ってしまうと、こんなね、言い方ができるんですね。よし、剥奪動詞はよく出ますね。じゃあ次ですね、23、これね、23からですね、24、25までですね、これ深いですね。ただの熟語っていうよりもね、ちゃんと中身をね、ポイントを押さえてもらいたいんですけど、まず She persuaded her son。 さあ説得して、彼女は息子を説得して英語を勉強させた、英語を勉強するように説得したっていう時ですね。さあこれいきますね。
23番。A を説得するんですけど、説得して何々することの中へ押し込んでしまうっていうニュアンスですね。 Persuade 誰々 into 何々 ing、ね、これがつきますから、ここのね、答えは into が入るんですけども、説得して英語の勉強をさせたってことですね。はい、これが答えですね。さあ、で次なんですが、彼女は今度は息子を説得してそこに行くことをやめさせた、行かないように仕向けたということで、行かないように説得したっていう、そういう内容です、24番はね。そうすると今度はこうなります。何々することから今度は説得して引っ張り出しちゃうってことですね。いいですか。で、ここはまず from 入れますね。そうすると、まだ行ってないんだけど、そのまんまね、ほっとくと行っちゃいそうだから行かないように説得したということが24番です。で25番です。ここがまたさっきとね共通することなんだけど、今度はこれですね。さあ出た、アウトオブ、さっきもやったよね。こういうのがあるんです。フロムとアウトオブどう違うんでしたっけ。フロムは表面的なことかでしょ、アウトオブは中にどっぷり使ってるということで、25番見てくださいよ。もうね、息子はメアリーと付き合ってるんです。付き合ってる、それを知ったお母さん、あんなのと付き合うんじゃないってことで、付き合っているところから引っ張り出すんだから、これがアウトオブなんです。まだ付き合ってない、付き合ってない、まだ大丈夫、じゃあ今のうちにやめさせておこうっていう時は from です。 OK、ね、なのでこれ文句長文読んでて、ここが from になってたら、ああまだやってないんだな、だからやらない前にやめさせておくという時は from です、ね、なんか今変なこと言ったみたいで笑いで気がつきましたけどね、気にしないでスルーしてスルーね。でアウト文の時はもうやっちゃってんだよ、付き合っちゃってんだよ、ね、だから付き合っちゃったなからやめとけって、ね、いうことです。大丈夫ですかね。次行こう。はい、26番。言葉ってね面白いですね、いろんな意味に取れるんでね。そんなつもりは全然 I didn't mean that ってこう言うんだよ、 I didn't mean that、 そんなつもりではなかったです、 I didn't、そんなつもりで言ったんじゃありませんって言うときに、ありみんだよく言いますね。じゃあ次行きましょうね。 The、writer compare his pet、 ここね、コンペアの問題でしょ。一応こういう約束になってますね。こうか、コンペアこっちなんですね。なぞらえる、例えるっていう時は、まあ、to を使うことになってますんで、ここは to 入れておいてください、ね、そうすると、その作家は彼のペットの犬をですね、ジェムっていうのは宝ですね、あ、宝石ですね、宝石、宝石に例えた、うちの犬は宝石だよって言ったんですね。ところが27番はですね、今度はこういう問題ですよね。 compare A with B ですね。A と B を比較するってやつね。比較、A と B を比較するってね、コンペア A with B です。なんでここはね、with 27番 with を入れといてですね、あなた自身を、自分自身を他人と比べるなって言ってるんです。
はい、なんですが、話いろいろネイティブと話してると割とこの辺はですね、ウィズとってはいい加減です、ね、なのであまり気にしてないみたいですけども、一応試験ではこういうことになってますんで、よろしく。あ、そうそうそう、待って、キャンセルで、あのね、これなんですよ、ここもいいか、これね、あまり教えてくんないんだけど、コンペアっていうのと同じ意味で、あのなぞらえるとかね、いうやつで、ライクじゃないんだよ、ライクン。ここに N つけるとね、動詞全然違う意味のね動詞になって、好きじゃなくてなぞらえるっていうね、ことなんですけど、はい、これは出たら怖いよ。ライクンで、ライクンズってこうね、過去形で出てくると、なんとなくね、読んでて、ああ何々を好きだったんだななんてね、勝手に思っちゃう人多いんですけどね、気をつけてくださいね、ライクンってやつね。はい、じゃあ次行きましょう。28番と、はい、それから29番の問題ですね。今度はね、サクシードね。サクシードってね、成功するしかみんなマークしてないんだけど、もう一個の方ね、何々を受け継ぐってやつね。こっちの方が怖いからね。で、28番、私の父は、何々することに成功しました。Solving the problem。その問題を解決することに成功しました。その問題をうまく解決しました。という時は、いいんだよね。これだよね。だからこれは、名詞来ますけどね、サクシード、インナイエ、まあ同名詞がよく来ますけど、何々すること、何々の中において成功するっていうことです。父ちゃんはその問題を解決することに成功したということなんですが、次ね、29番見てね、 Can succeed。 さあ、ここはですね、会社を引き継いだ、まあ親父さん死んじゃったんですかね、 Can は父の会社を引き継いだ、受け継いだとね、いう時は今度は to になります。で、 succeed to、 こう気をつけてね、の後にはですね、どうしようかな、地位とかですね、職責って言うんですか、この字でいいんですかね、職責ね、こういうもんが来るんですね、うん、社長を引き継いだとかね、いうふうにその地位とかですね、あと仕事の内容とか、そんなのが来るんです。いいですか。で、怖いのがこれ to があるんですけどね、 to がないやつなんです。引き継ぐなんだけども、to ないんだよ、前置詞なしで、いきなり人が来ちゃうんです。これはその人の後を継ぐっていう時はこっちなんです。 succeed to 人って言わないんだよ、 succeed 人です。で、その仕事の内容とかが来る時は succeed to、 to がつくんです。これはちょっとやばいからね、ぜひぜひマークしといてね。はい、じゃあ次ね、30番いきます。30番は、あ、これはね、投げてあげるっていう話でね、上ね、ジャックは石を投げたんですね。で、弟に石を投げたんですけども、バイオレントに、乱暴にってことで、思いっきりポンやろうってやったんでしょ。そういう時はめがけてっていうことで、アットなんですよ。まあルックアットのアットにつながるんですかね、こうめがけてこうペッて見るんですね、あれと同じでですね、乱暴に投げつけるって時はアットです。なんですが、31番のようにですね、今度はジャック threw a piece of ham to his dog って言います。これは犬殺そうと思ってハム投げてませんね。おやつかなんかで、こうハム、はい食べるって言って、ポンと投げてあげる、で犬は美味しそうに食べるって、こう可愛がってる状況では優しく投げてあげます。そういう時には to なんですね。はい、っていう問題でした。じゃあ次行きましょうか。さあ次もですね、だんだん慣れてくるとですね、主語にはこういうものが来た時には、その後こういうものが続く。で、それを入れ替えると
ね、主語が、さっき来てた後ろに来てたのが主語に来ちゃうと今度は違う形になっちゃうっていう、そういうね、パターンも知っておくといいという、それが32番ですね。でこの32番はねこういうふうに、書いてありますけども、2ついっぺんにやっちゃいます。His success ね、ここが、結果が来てるんですね。彼の成功っていうですね、結果が来てます。 His success、 それが何々から起きたんだ、生まれたんだっていうですね、原因ね、こういうパターンです。だここは、32番の初めの方ですね、これは His hard work は、あ、ごめんなさい、そこそこ、すみません、ね、これちょっと順番逆に、すみません、書いちゃったね。どうしようかな、ごめんなさいね。最初の方の問題ね、32の最初の方の問題で、 His hard work、 彼の努力っていうことで、ハードワーク、努力ね、こっち原因だよね。努力があって、努力があって、それがこういう結果になったと。すみません、それ逆書いちゃいました、ね、もう一回書き直しですが、はい、こういう結果に終わったっていう時には in になります。え、はい、なのでこう in を入れておいてください、最初の方ね。で、彼のハードワーク、一生懸命勉強したとか、それ努力したっていうものが、はい、his success、 彼の成功、成功という結果に終わったと、ね、いうことで、原因が最初に来ると in、 結果っていう形になるんですね。でもう一個の方は逆です、ね、結果が先に来てます。彼の成功はね、この原因から生まれたんだよってことですね。この原因から生まれたんだよってことで、彼のサクセスは resulted from になりますね。はい、という問題です。これは32番です。はい、いいですか。じゃあ次ですね。 The teacher、dealt なんとか the question the next day。 34番、 Do you deal なんとか leather shoes at your shop？ はい、今度は deal だよね。でまずこっちは deal、 何々を取り扱うってことだよね。はい、先生は、うん、その問題を次の日、 the next day、 次の日取り扱いましたっていうことですね。翌日その問題を扱いましたということですね。ところが34番の方はですね、 deal in なんですね。これは商品なんですけど、この商品を取り扱うってことです。扱う、まあ言ったらですね、まあ飽きなうっていうことですかね。何々商品を飽きなうってことですね。送り仮名、名が必要、いらない、あ、いらないですか、あ、はい商品を飽きな、はい、っていう意味で使ってますので、ここは in を入れてください。あなたの店では、まあ you はショップですけども、あなたの店では扱ってますか、レザーのシューズ、革靴を扱ってますかっていう問題なんですね。はい、しようかね。ちょっと中途半端になりそうかな、まだ大丈夫ですか。はい、じゃあ次行きましょうね。35番でございまして、What did you do なんとか the car、 これ分かりますか、その車どうしたっていうね、こういうことなんですけど、直訳何々を
するってことなんですけどね。これはこの形でね、まあ大体疑問文でよく出てきますね。で、今のことだったり過去のことだったり未来のことだったりするんですけども、あなたはそれをどうするんだい、どうしたの、どうしてるのっていうですね、ファットと一緒にね出てくることが多いですね。 What do you do with? What did you do with? 何々、何々をどうした、 Will だったら何々をどうするつもりなんだ、ね、まあ、with 道具の with って考えて、それを使ってお前は何をするつもりだっていうのがまあ直訳ですけどね。あれどうしたっていう時に使いますね。はい、じゃあ36番いきまして、 I bought the desk、このね36番37番はね、何がポイントかっていうとですね、お金払って何か買うっていう時にいくらいくらでとか、これこれの値段でっていうのあるでしょ、ね、その時のですね前置詞の問題です。はい、で、I bought a desk。 具体的な金額ですね。時は4です。で、これは何々と引き換えにって考えます。何々と引き換えにって考える for、ね、だからここは、36番は for が入りまして、120ドルと引き換えで私はその机を買ったっていうことなんですね。はい、で37番は何かっていうと、具体的な数字が来ないでプライスとかコストとか、あとエクスペンスもそうですね、こういう価格っていうそのもの名詞が来てるんです。数字は来てないんですね。そういう時にはアット入れてください。これこれの価格でなんで、アットなんとかプライスでとか、アット何々コストでとかね、アット何々エクスペンスでとね、いうふうに使うんです。ここもアットロープライスです。低いプライスでっていうことで、低価格でということです。はい、アットが正確です。で、最後やっておきましょうか。これですね。まあ、アットが来るんですけど、プライスだったりはい、何々の値段のところでってことですね。何々の値段のところで、これは辞書見ると分かるんですけど、何々を犠牲にしてっていうね、いうのでよく出てきますね。例えば at the cost of life ったら、命を犠牲にしてとか、命と引き換えにとかね、そういうですね、何々を犠牲にしてっていうことで at the price cost expense、うん、で、あのプライスコストエクスペンスっていうのは何かっていうと、何かを得るために自分が支払うもののことをプライスとかコストエクスペンスって言いますから、代償なんてよく言いますよね。あの代償に当たることなんです。何かを得るために自分が払うものっていうのが大元の意味で、どうでもね。はい、じゃあ、ここまでにしておきました。 Next time. See you next time.